前川さん、最新開始おめでとう。よかったですね。本当にあなたも長い間苦しんできたでしょう。私たちもそうですが、大変皆さん苦しんでおるんです。それで、異議申し立てもしないということで、再審が決定しました。これに続けっていうことで、皆様に続いていただきたい。後に続けということで、皆様に続けていただきたいと思っております。前川さん、本当によかったね。おめでとうございます。これからの戦いもね、私たちは全面的に応援します。まあ私も元気でございますのでね、岩尾だけ助かればいいとは決して思っておりません。皆さんで、再審開始を大いに頑張っていきましょう。よろしくお願いします。